あ、椅子来てる。よいしょ。じゃこれでいけてます。はい、いけてます。すいません。こっちも。これはいいです、角度は。うん。じゃあこれいらないやつ一旦ちょっと消します。でこれは削除、うん、ここない。次もう一回消し、次いきます。じゃあ次これで、ほい、いきました。これも一旦ちょっと消して、このカメラもちょっとオイラの方が見てないんじゃない？あ、そうですよ。なんか真ん中さんが映っちゃうでしょ。あ、じゃあ、あ、これ売れても映ってもいいです。うん、うん、そうですか。はい、これ売れても映ってもいいですもん。いいですか、これ売れたら。たまにこうやってちょろちょろするときに映るかもしれませんけども、これ言われたらいいって、もういいです。はい、はい、で開けてます。じゃあこれちょっと一旦、よし、うん、はい、まだ一応打ち合わせ的な段階ですね。はい、でこれも一旦ちょっと消して、よし、でもう一回行きます。はい、じゃあ、今日は打ち合わせなんですけどね、あの昨日のあの話で一番好きだったのがね、やっぱりあの在特会に対するなんか同情の話でね、うん、ちょっとなんかほろっと来てしまったので、おやっぱり確かに在特会はもうアホでバカでなんかあれ下品だけど、一部の理はあるんだよっていう話をね、うん、まあやっていただきたいのと、ずっとやっぱり安田浩二のやり口はどこがどう悪いのかっていうのもなんかあの、うん、ちょっとほろりときたので、うん、あのやっぱりそのことも言っていただきたいんですね、うん、だから在特会への同情と安田浩二への、あの批判と、ちょっと陰謀論者もダメだし在特会も同じようにダメなんだよっていう話を、まあちょっとやっていただきたいのとね、うんうんうん、まあ陰謀論者もなんか引きこもりのオタのニートで、まあ在特会もまあ引きこもりのオタクのニートでね、うん、まあ仮想敵をこっちは朝鮮人にしてるし、こっちは仮想敵をまあハゲタカ返し、まあ、うん、ただ、うん、僕的にはやっぱり陰謀論者に比べれば在特会の方が全然マシだと思ってるのね。それは何でかっていうと、やっぱり在特会は外に出てくるでしょ、表に出てきて、うん、実際に存在する朝鮮総連とか朝鮮学校とかと実際に戦ってるわけじゃん、うん、で陰謀論者はインターネットでわーわー文句言ってるけど、うん、現場には出てこないわけじゃん、結局、うん、ハゲタカ会社がどうとかって言うと、じゃあそのハゲタカ会社の店に行って直接暴れるとかね、うん、デモをするとかっていうことはするかって言ったらしないじゃん、うん、それとやっぱりあのユダヤってやっぱり遠いじゃないですか、なんかだから言いやすいみたいなね。まあそうね、まあ副島先生の悪口はあんまり言いたくないですけど、うん、遠くのユダヤは言いやすいけど、やっぱり身近な在日とか、まあ、創価とか統一教会なんてちょっと言いにくい、解放同盟とかね、ちょっと言いにくいっていうのは、うん、確かにとか、ね、ありますよね、やっぱ遠くの敵は言いやすいみたいな。そう、全然。だから結局ほらユダヤの陰謀論者がなんで日本で流行るかって言ったらさ、うん、あの実際に衝突しないから、なんか実際にユダヤ人がいないからですよ、うん、それもあるけど、やっぱりアメリカやヨーロッパへの憧れがすごいあって、それがものすごい影響を受けてるからね、だからそういう愛憎が入り混じってような不思議な感じはあるけど、別に朝鮮人なんてどうでもいいってところがあるから、なんとなく、うん、だって逆に多分朝鮮人がね、その無職で生活保護でさ、う
日本の金を食らってなんとかって言い出したら、それはもう全部自分たちに返ってくるわけでしょ。陰謀論上の人たちもみんな無職でひき逃げでさ、いや生っぽで病気なんでしょ。いや、あのこれ私実際見たあれですけど、うん、ピンからキリまでいるんですよ、はっきり言って、うん、ただあの、ま、前のリチャードさんの時はね、ピンはたくさんいました、うん、でも、ま、リチャードさんはちょっとあんまりピョンヤンジャムさんいじめすぎちゃったのでね、スーッと引いてピンがブワー逃げちゃって、だから今残ってるのがもうなんかもうカスばっかりなんだけど、でもお医者さんとか結構なんかそういう、あ、いることはいるんですよ、ね、うん、結構なんか金持ちの社長とか見てるみたいなんですよ、うん、なんでか言うたらね、今リチャードさんの最大の売りは人工地震なんですよ。311は人工地震説だっていう説言ったらね、それがドーンとヒットして、うん、でそれが、それに心打たれた人でね、結構金持ちとかすごいのがいるんだって、ね、だからあそういうのいるんだけど、でもやっぱりその構造もよう分かるわ。え、うん、なんでそうなのか分かるわ。分かる、なんで、まあ、端的に言ってそのお金持ちの人たちは後ろめたいわけですよ。実際311で地震や津波があってさ、うん、日本人が2万人も死んだらね、うん、あの福島の人々がさ、うん、疎開させられてみんなひどい目に遭ってるわけですよ、うん、でところがその一方で、うん、そのお金持ちやら医者やらの人たちはさ、うん、あの今まで通りの日常を謳歌してるわけでしょ、うん、でその自分たちが、うん、なんていうかまるでそれこそユダヤやハゲタカ外資のように振る舞っていることに対する後ろめたさが、うん、つまり311は、うん、何か悪い役人が後ろにいてね、糸を引いていて、うん、そいつらが悪いのだというふうに、その人たちを攻撃することによっていかに自分たちは免罪するかっていうさ、いや、そういう一種の免罪符としての機能を果たしてんだね。いやそれはないと思うけど、やっぱり311人工地震説っていうの心ものすごく打つ人は打つみたいな、だからそこら辺の構造がまだちょっと理解できてないけど、うん、だからちょっと、まあ、だってまず第一にその311が人工地震、うん、地震兵器の仕業だったとしてどうしたらいいわけ。それねえ、分からないです。誰がその兵器を使ったの、分からないです。分かんないでしょ、うん、誰が悪いかもどこが悪いかもどうしたらいいかもわからないものについてわーわー言うっていうのはさ、ぶっちゃけ意味ないわけだ、何の意味も、うん、でじゃあなぜ何の意味もないことを一生懸命言うかというと、うん、端的に言えば当たり障りがないからだよね、うん、例えばこれが人工地震はフジテレビのせいだとかね解放同盟のせいだとか、うん、で書いたらさ、うん、当然反撃するわけでしょ、何言ってんだお前と、うん、証拠出せって言って、もちろん証拠は出せないので、うん、まあ民事でも刑事でも名誉毀損で訴えられてね、うん、民事で損害賠償請求されて敗北して金を失ってるわけでしょ、うん、だからその人たちは攻撃できないわけでしょ、うん、でじゃあどうしたらいいかっていうと、まあユダヤの陰謀とかね、うん、でユダヤの中でも誰が具体的にということは言えなくて、うん、訴えられない範囲の適当に関連的な、うん、あのぼかした抽象的な相手に対してわーわー文句を言うというのが、うん、実は一番安全なわけですよ。うん、つまり安全な敵を相手にワーワー言って流飲を下げるっていう、まあ異名幕と一緒ですよね。異名幕が竹島でワーってパフォーマンスするのと一緒ですよ、うんうん、あれほらヨンビョン島とか北朝鮮に行ってパフォーマンスしたらさ、うん、本当に砲撃されて死んじゃうじゃん、うん、でも竹島に行ってワーって騒いでもさ別に自衛隊撃たないし日本も攻撃してこないでしょ、うん、安全なんですよ、うん、で安全なところでは日本軍は悪いとかね、うん、いやなーワーとか言ってでパフォーマンスして、うん、でしかもリスクは負わないわけじゃん、うん、日本は何も反撃しないからね、うん、っていうところでパフォーマンスをしてみせて流入を下げて何かしているような演技をするっていうのが、まあ、イミョンバク症候群というふうに僕は呼んでいるんだけれども、うん、まあ結局それはどこにでもいるっていうね、別に日本人でもやってるし、うん、朝鮮人でもやってるけど、まあ、右翼にも左翼にもいるし、うん、まあ、そういう人はどこでもいるってことだね。うん、いやでも私はやっぱりまだ真相究明派のねところでいていいコミュニティやったからね、だからまだ愛情があるみたいで、うん、だからあんまり佐藤さんにバカかみたいなこと言われたら、うん、ちょっとかばいたくなるような。